楓です。そしてアツプリターマジリです。本日はなんとジュリックさんに来ていただきました。ありがとうございます。私が先月 YouTube ライブをしてた時に、ようやく応援してますっていう風にコメントしてくださって、その後すぐに私がぜひコラボしてくださいっていう風に DM して来ていただけることになりました。本当にありがとうございます。いえいえ、実はもう私は2年前から YouTube でずっと拝見してて、いつかコラボしたいってずっと言ってたので、その夢が叶って嬉しいです。あー、嬉しい。よろしくお願いします。お願いします。ということで、私はダンス15年ぐらいやってて、ジュリコさんも20年ちょいになりましたね。人生の半分以上踊ってる私たちが、 K-POP のアイドルの中でダンスが上手やなって思うアイドルの子たちを5人ずつ選びました。お二人で今日紹介していきたいと思います。でもジャッジする立場ではないので、あくまで私たちの好み、この人の踊り好きだなって、そうですね、純粋に思って、はい、っていう独断の偏見で選びましたので、はい、そこを承知の上で聞いてもらえたら嬉しいなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。レッツーゴー。それでは早速5位から発表します。せーの、じゃん。お、何ですか。私はエナイプンのニキくんです。あー、私は最近またデビューしたルセラフィムさんのティオンちゃんを選びました。理由を、じゃあ私から。はい、ニキくんってデビューする前からめちゃくちゃ有名だったんですよ、キッズダンサーの時から。だから K-POP の世界に行った時に、ついにニキくんが K-POP の世界に行ったんやみたいな感じで、第4世代の中では多分めちゃ飛び抜けて上手いんじゃないかなって個人的に思うんですけど、ニキくんは体の線が結構細いんですよね。でも体幹が強いので、パワー任せじゃない、すごい繊細な踊り方がめっちゃかっこいいと思います。はい、じゃあ日本人の方ってことですね。そうです、岡山県出身の。ジャンル的にはヒップホップ、多分何でもしてたと思います。キッズの時にずっとマイケル・ジャクソンさんのカバーダンスをしてたんですよ。ジャズもやってたし、ヒップホップもやってたし、いろいろやってたと思います。私なんか普段あんまりこう男性のアイドルさんを見るきっかけがあんまないので、女性ばっかりだったんで、ちょっと見てみます。ぜひ、はいはい、次私ですね。ルセラフィムさんのチェウォンちゃん、まあ、アイズワンでも活動してたチェウォンちゃんなんですけど、チェウォンちゃんに関してはここの頭から肩までのもうここの角度が抜群にうまいです。今回のルセラフィムさんのデビュー曲であるフィルネス、何回も見てたんですけど、超細かい角度ができるんですよ。で、もともと顔も可愛いし骨格も綺麗なので、シルエットとしてはね、どんなポーズをとっても綺麗なんですけど、目線、頭のこの向きで、この斜めの角度だったりとか、この距離っていうのが、ほんと一個一個のポーズ、ダンス、動作、全てにおいて計算し尽くされてるので、見ててどの瞬間でも写真映えするというか、うん、キッズとかだと最初にこう横に倒したりとか、平面的な角度のつけ方って一番最初にダンスとかでやると思うんですけど、だんだん難しくなってくると、この奥行きっていうので角度をつけることが増えてくるんで、本当に計算し尽くされてね、揃ってるのでかっこいいなって思って5位に選びました。じゃあ4位に行きましょう。これドキドキしますね。いや本当になんかドキドキしますせーの、じゃん。私は元 IOI のチョンナさんです。へー、私はケプラさんのヒカルちゃんを選びました。チョンナさん、実は私の推しですね。 IOI っていう元々グループにいて、アイズワンの先輩にあたるグループなんですけど、それのメインダンサー、今はソロ活動してるんですけど、やっぱり韓国でソロで活躍できるのほんと一握りじゃないですか。それをやってるところがまずすごいですし、女の子綺麗めに踊れる子は多いと思うんですけど、長男さんは結構ね、ヒップホップのノリとか下半身のノリがすごい上手で、しかもそれをヒール履いて踊るんですよ。ヒール履いてこういうヒップホップな感じのノリをするのがめっちゃかっこいいし、他になかなかいなくて、ぜひ見てください。すごい、これ見たくなりました。はい、私なんか今パッて見て、長男さんの曲でなんか昔踊ったことありますね。自分でしかも振り作ったことありますね。チャ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 これだって思います。なると思います。チャンチャラチャンチャラチャン。あ、そうですそうですそうです。ああ、ありますよね。この曲ね。この曲私踊ったことありますよ。あ、よかった。
はケプラさんのヒカルちゃんを選んだんですけど、やっぱりねヒカルちゃんのうまさはコントロール力、正確さがえげつないっていうことと、うん、一個一個の力っていうのが強いんですけど、でもしっかり抜ける時がコントロールとしてできてて、柔軟性がめちゃくちゃあって可動域が広いんですよね。強く強くパワーで踊ろうってしてしまうと、どんどん体って固まってくるから可動域がどんどん狭くなっちゃうじゃないですか。でもそうならずに力を入れた状態でもすごい背中柔らかく反ったりだとかする瞬間があって、あ、本当に必要な部分だけで力を入れて、いらないところは抜いてっていう、このコントロール力のこれが自分でちゃんとできてるっていうのがすごい上手だなって思いますね。なので4位に選びました。じゃあ続いて第3位、せーので、私は最近デビューしたクラッシュのヘジュちゃんです。おー、私は皆さんが知ってるだろう、 TWICE のモモちゃんを選びました。ポケモノときめきっていう番組最近やってたの知ってますか、うん、オーディション番組なんですけど、はい、名前は知っててグループ名も知ってます。あんまりこう見たことないですね。体がマジで軟体なんですよ、うん、こういけるしこういけるし後ろにも足上がるしすごいアクロバットもいけるし、うん、上半身も下半身も全部柔らかいんですよ。でも技ができるだけじゃなくて、ゴリゴリのダンスもできて、うん、可動域が広いところで音もめちゃくちゃ取れるから、こんなに体が動けるって結構体操だったりとかチアとかなんかやってる子が多い、うん、そうですよね。どうなんですかね。でもなんか経歴はそれだけできる子って、まあ、いるじゃないですか、うん、その特技としては。でもダンスもしっかり踊れて技もできるっていうところが私的にめちゃくちゃすごいな。これはまた見る人が増えちゃいます勉強になります。多分私はね選んだももちゃんはまあね、もちろん知ってますよね。で、もうなんでももちゃん選んだかっていうと、もう本当に個人的に好みで言ったら 100% 1位なんですけど、角度がめちゃくちゃ深いんですよね。他の人がお尻をコンってこうはめるだけの時をもっともっと深くはまったりだとか、手もなんかみんながこう折るのをさらにというところまで折ったりとか。しかもももちゃんってただこうスタイルがいいだけじゃなくて筋力あるじゃないですか。しかもそれがしなやかに動ける筋力だからこそ見せられるその形。さらになんかクライフォーミーみたいなちょっとなんかこうねっとりした暗めの曲も踊れちゃうし、そうなんかチャレンジみたいな明るい時は体もっとポップに踊ったりとかできるので、音に対しての体のリズムの取り方、質感っていうところが一番真似したいダンサー、ダンサーじゃない、ももちゃん、ももちゃん一番真似したいももちゃんで、毎回解説動画撮るときも私絶対ももちゃん見て覚えます。私もです、間違いない、裏切らないももちゃん、ももちゃん裏切らない続いて2位、せーの、じゃん、実は2位にももちゃん選びました。あー、そうだったんですね。はい、私は BTS さんの J-HOPE さんを選びました。あー、そうですよね。もうさっき言いたいことも全部言ってくれたんですけど、やっぱりどんなに上手い人でも、あれ今日ちょっと調子悪いかっていう人っているじゃないですか、どんな人でも。でもももちゃんってほんまに手抜いてるところを一回も見たことないです。毎回自分の完璧をしっかりなんか出しているところがほんまに尊敬するし、ももちゃんになれるならももちゃんになりたいです。 でもやっぱそのクオリティ的な問題、毎回こうやっぱ同じ曲を何十回多分何百回ってステージで踊ってると思うんですけど、そのクオリティを保つのも、まあ、一個のスキルじゃないですか。やっぱなんか天気によってなんか体の重さが違かったりとか、食べるものとか生活リズムによってなんかやっぱ体感変わってくるじゃないですか、踊ってる時に。それをなんか自分でコントロールしながら、しかもこう世界を渡り歩いて、なんかすごい努力をしてるんだろうなって思いますよね。本当になんか踊りからにじみ出る努力の数っていう、そこが好きです。じゃあ私の、はい、J-HOPE さんです。スキルの塊というか、こうアーティストとして活動されてるから、もちろん歌だったりラップだったりとかいろんなお仕事をされてると思うんですけど、一ダンサーとして存在していたらダンサーとしてもトップレベルというか、だからもうダンサーよりも全然上手い。こんなにダンス踊れて、しかもプラスで歌も歌えるのか、まあ、それは勝てないわってなんかもう嫌味なく、あ、そりゃすごいですってなんかなれるぐらいの圧
倒的スキル。やっぱり男性だからこそ見せれるパワーだったりとかもあると思うんですけど、飛んだりするときにすごい高いんですよね。今回一緒にね、アイドルっていう楽曲を踊りたいって言ってコラボしたときにね、何回も動画を見たんですけど、こうジャンプ力の高さがズバ抜けて高すぎて、どこへ飛ぶのみたいな強さだけでは飛べないじゃないですか、うん、強くハッて踏ん張った後に自分のパワーをでこう抜けないと高くは飛べないですから、身体能力の高さがこうダンスのスキルにプラスされて真似できない誰にも。ちょっと私電話になっちゃったではついにラスト第1位の発表です。ドゥルドゥルドゥルルルルせーの、私はエクソのカイくんです。あ、私はブラックピンクさんのリサさんを選びました。私もリサちゃんとかめっちゃ迷ったんですけど、ちょっと見てほしい動画を、うん、持ってきました。お、すごいすごい、ジャズとかバレエっぽい基礎っていうか、男性だけどすごい軸が、うん、そうなんです。もともとバレエとかジャズとかいろんなジャンルやってたんですけど、あのエクソさんのライブの映像を見に行ったんですけど、表現力がもう際立ってエグかったです。技術ももちろんそうなんですけど、表現力っていうので私はもう恋しました。はい、なんか今見てパッて見ただけですけど、なんかもう取り憑かれたように踊りますね。そうなんですよね。だからダンスやってるとちょっと恥じらいがある部分ってあるじゃないですか、うん、こうガーッてやらなきゃいけない時だったりとか、なんかそういうのがもう全部、うん、本当になんか表現することに100かけてるからこそできるものだなって思います。ぜひ見てください。私の第1位でした。じゃあ今度は私のブラックピンクのリサさんを1位に選ばせていただきました。圧倒的にまずリサさんってスタイルからしてもう恵まれてるじゃないですか、全てにおいてもう骨格としてまあ勝ち組なわけですよ。でもそれをなんだろう、恵まれたものだけで取り繕ろうとしてもできないこのスキルっていうか、そっからさらに努力が見える角度がいっぱいあって、指先だったりとか姿勢だったりとか、それこそジャズとかバレエのような基礎力っていうのがもちろん高いのが一つと、さらにどんなジャンルでも踊れて、ヒップホップのこのノリっていう部分がかっこいいですよね。で、男性と一緒に踊っても負けないぐらいのパワーがあるってところが、こう女性としてすごい憧れますね。確かに、あんなに細いのにどこからそのパワーが生まれるんだろうっていうのが芸術だなって思います。なんか男性に負けないどころか、もう引き連れて踊ってるような女王の風格がありますよね。歌の表現だったりとか表情っていうのがさらにプラスされているので、ダンサーと同じぐらいの、まあ、もうそれ以上のスキルを持ちながら もう圧倒的な表現力っても両方あって、火の打ちどころがどこにもなくて、少しでもいいから失敗したとこ見せて普通ダンス踊ってるとちょっと軸がブレちゃったりとかすると思うんですけど、全てにおいてずっと完璧だから、私は足の長さ10センチ分けてほしいです。いや本当に、でもあの足の長さとか手の長さとかって長ければ長いほどやっぱコントロールするの大変じゃないですか。確かに、なんか私は身長そんな高くないから、なんか手とかも自分の可動域がそこまで広くないって自分で分かってるので、コントロールする領域がそんなにたくさんないと思うんですけど、あと10センチ10センチ手と足がなかったら作るポーズって全然違ってくると思うんですよね。確かに、やっぱ恵まれただけじゃなくて、そこからさらに努力してきたものがあるんだなって思って1位に選びました。ありがとうございます。はい、ということで今回はダンサーが選ぶ K-POP アイドルでダンスが上手いトップ5を選ばせていただきました。さっきも言ったんですけど、かなり好みのあれが出てるんですけど、ぜひ皆さんが思うおすすめのアイドルだったりとか、この動画のこの子がめっちゃいいよとか、ぜひコメントで教えてくれたらすごく嬉しいです。そして私たち、さっきも言ったんですけど、2人で楽しいダンス動画を撮ってるので、私のチャンネルの動画とジュリコさんの方にも、はい、はい、上がっているので、ぜひそちらも見てください。本日は本当にありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。もしね、韓国とか世界に来れるようになったら、はい、ぜひ来て一緒に K-POP インパクトリングとかしたいです。行きたいぜひ、はい、またコラボしてください。はい、こちらこそです。どうぞまたよろしくお願いします。ではこの動画が良かったなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録、ジリコさんの動画もチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。見に来てね。じゃあまた。
次の動画でお会いしましょう。